いつもご視聴ありがとうございます。通勤中に防衛を考えてみました。そういえば気づいたんですが、一昨年黒潮潜水艦が南シナ海に登場した時、確か護衛艦かが鈴波鈴付き友達の、いや日米合同での訓練だったと考えます。私は潜水艦がいるんじゃないかと密かに考えていたんですが、やはり予想通り潜水艦は海底でしっかり任務を行っていました。常時一緒にいたのかは分かりませんが、防衛省の異例の発表ですごく驚いたことを思い出してます。それに15年前小泉総理の時からもうすでに南シナ海へ派遣していたというのはもっと驚きでした。黒潮潜水艦は旧式の潜水艦タイプとなるため、最新型の双流型潜水艦とはまた作りが違っています。スターリングエンジンでもなければ普通のディーゼルエンジン、鉛蓄電池の普通の旧型潜水艦です。舵も十字舵で今の X 舵とはまた違い、ステルス性にも優れてはいません。しかし日本の優れている技術としては静粛性ではないでしょうか。その静粛性を求めてきた結果、双流型潜水艦が世界一とも言われる静粛性をの性能も得たということでしょう。また双流からはリチウムイオン電池へと装備が変わります。今までの蓄電池より4倍の性能だと言われています。しかも同じ面積、同じ充電時間、これにより大きく機動力も得てしまったと。まあそんなに
最高の潜水艦っていうのはあまりないですが、日本の潜水艦が静粛性など総合的なことを考えると世界一位のような気もします。ただし原子力潜水艦のように継続的に潜航は不可能です。期限があり、それまでには原子力のように電気を生み出すことはできないですが、原子力みたいにディーゼルエンジンで海底で電気を生み出す、そんな作りには現在なっていません。新型潜水艦、双竜型の次期潜水艦の情報もちらほらと出てきてますが、まだ分かりかねない情報ばかりです。来年の進水式には形が分かってくるでしょう。ディーゼルプラスリチウムイオン電池だと考えられています。外観が大きく変わる、それぐらいの情報、あとはそんな詳しい内容は分かっていません。ああそうだ、65人での任務が可能と、少なく今までと同じ任務ができる、そんな潜水艦になってるみたいです。やはり少子化対策でその点いろいろ必要になってきますよね。65人を60人また減らす、女性隊員も増官します。そうなってくると色々と変更する部分も大きくなるでしょう。しかし人が少なくなればなるほどスペースの確保はできてきます。双竜型潜水艦12番艦の進水式は今からでも楽しみではあります。その時はまたホワイトボードで説明していきたいと思います。文字での説明もしているので、文字を読んでその後音声を聞いていただくと2倍楽しんでいただけると考えています。映像はすいません、本当は関連した動画を載せていきたいんですが、近くにそんな映像を撮るところもないので、まあ、自分が通勤中に考えていることを喋っています。
なかなか。防衛力強化のことを考えると、やはりそれ相応の予算が必要になってくるでしょう。 F2 次期戦闘機開発の計画も始まるみたいですから、より楽しみなことは増えてきます。今日の空も青かった。良かったです。